女子会の時にすごい話題になったものがあるんですけど、ちょっと見つけちゃったんですよ。女子は何何何誰。ちなみに YouTuber 結構いたんですよ、みんな買いましたその場で。ちょっと 見させていい。いいよ。これ私たち話題のやつ。これリビングなにこれ。あの私たちが女子会してる時になんかエロ指したくねみたいな、最近エロ指したくねみたいな話をしたんですよ。でそれでマジいいやつめっちゃ見つけたからちょっと一旦みんなこれ買ってみたいな話になって、この香水を出されて、これ振りまいて男横に寝たら絶対襲ってくる。男のホルモンになんか刺さる匂いらしくて。すごい。嗅ぎたい。え、振りまいていい？いいよ。興奮しちゃったらもう頭襲っちゃっていいですか？あー、いいよ。怖い女子の家に遊びに行ってこの匂いがしたらもう襲っていいよって言ったら、じゃあそれで断ってきたらぶん殴って言ったら、そうなんだ。リビドーっていうの、なんか読み方は知らない。誰も読めない。ラブコスメのやつ。しかもちょっと隠してるあたりいいよ。俺たちからしたら何も分かんなかった。そうそうそう、アヤが見つけてくれたからよかった。しかも取りやすいように。ここからすぐ今日は絶対こっち側だから。